皆さんこんばんは、やっちと申します。今日はプロジェクトメメントやってまいりたいと思います。昨日のねホラーとは打って変わってめちゃくちゃ画質が綺麗ですね。なんだろう、いきなり怖いね。ボロボロだね。なんか出れんのかな。出れた。なんかちょっと酔っちゃう感じの、なんか血だらけじゃない。なんこれ怖い。どういう状況これ。とりあえずなんか、何この扉、やべえな。鍵が必要なのか。鍵っていうレベルじゃない気がするんだけど、待って、ちょっといろいろ見てみよう。テレビも突っ込みたいけど、なんかすり鉢とかあるよ。開いてる肉が入ってる。何もできない。でもなんて書いてあるの、読めない。 Does it matter? ああ、それって重要？わかりません。とりあえずこれクリックミー、クリックすればいいのかな。 Enter your name here。 やっちです。やっちと言います。まだ起きて嬉しいわ、やっちゅ。どういう気分？ひどい。夢でも見てるのか。ここはどこだ？お前はなんだ？なんだろう。上を前にしてみる？怖い、目開いた。What is the last thing you remember? 最後に覚えてるのは何？たくさんの叫び声。私はどこ？すげえマイペース。モブのピーポー。Nothing。何も覚えてない。何も覚えてないしてみる。ここがどこだか、わかりますか？なんでドアにあんなチェーンがあるんですか？頭が痛い。自分のアパートのようだ。いや。わからない。No。 どうやら記憶が戻ってきてるみたいですね。そう？なんで二つ指がないんだ。なんでそんな悲しそうなの。まだ何も覚えてないよ。何も覚えてないでしょうか。面白い。それじゃあ査定を続けましょう。これはテストなの？何？こっから出して。これってテストなの？エージェンシーのことは覚えていますか？働いていました。それは機密だ。なんでエージェンシーのことを知っているんだ？The what?あなたの最後のミッションのこと覚えていますか？すげえ悲しそう。怒ってんのかな？好感度下がってる？やべえぞ。エンティティについて調べていました。頭が痛い。はい。プロジェクトメメント。わかりません。わかりません。あ、泣いちゃったの？泣いちゃったの？ごめんね。なんかごめんね。それから何が起こったのか、覚えていませんか？本社がテレビは見るなと言っていました。わからない。トムがみんなを刺し始めました。彼を止めなければいけなかった。怖い。全部にしてみよう。いろんなエンディングがあるのかな。買おう。
誰かが彼をコントロールしていたと思いますか？はい。人形のように動いていました。頭がとても痛い。でわからない。全くわからない。なんだろう、イエス。それで何が起こったの？小さい子供、変な声。ここで起きたんでしょうか？自由意志を信じますか？みんなどこ？私の班は？私のチームは？でほんとバカ。お前がみんなを殺したんだよ。そんなわけないだろ。体の自由が効かなかった。これは悪夢か。彼らは救いようがない。わからない。あ、怖い怖い。グッドパペット。いい人形だ。それはお前だろ。お前は止めなければ。いや。してみようか。もう遅いんだよ。レッツミーゴーな。今、行かせろ。なあ。手を上げな。もうなんかダメじゃん。怒ってる。怒りマークついてるよ。これはゲームの一部なんだよ。なんだこの無意味なのは。何のゲームだ。行かせろ。動けない。何のゲームだ。うわあ、怖い怖い怖い。手を上げろ。怖いよ。中に入ってもいいのか。ついに私は自由だ。ここで永遠に。ヘルプ。ピー。怖い。何これ。不気味。暗闇が全てを包み込んだ。そしてまた目を開けた時にはもう体の自由が効かないことが分かった。そう、あなたは今テレビの中に入ってしまったのである。自分の元の体がテレビの外に歩いていくのを見ながら。ああ、自分がお人形になっちゃったってことか。いろんなパターンあんのかな。でもなんかエンディング1位とかないんだね。すげえ、なんかこう画質がめっちゃいいけど、あのテレビの中で完結しちゃったんだが。ちょっともう一回やれるかな。なに、トムって誰？血だらけなのはやっぱり自分が、なんかみんなをでも殺しちゃったっつってた。この後ろは見れないんだ。暗くて何も見えない。とりあえずなんか血だらけなだけだね。やっぱりテレビしか触れない。ちょっと洗濯変えてみようか。全部わかってる風に。また目覚めて嬉しいよ、やっちゅ。気分はどう？これでひどいにしてみようか。最後に覚えてるのは何？たくさんの叫び声。モーブのピーポー。どうしようかな。たくさんの叫び声にしよう。自分がどこにいるかわかるか？自分のアパートのようだ。どうやら記憶が戻っているようだね。トムがみんなを刺し始めた。まあでも、だいたいなんか一緒なんだね。手を上げろ。手を上げろ。で、断ってんのか、これ。ああ、まあ、こういうゲームなんだね。はい。それではね、今日はこの辺にしましょう。また次回もお楽しみに。まったねー。なんかね、まだ首痛いんです、私。首が、首。